はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。クソレッキ製造工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんペンデラムコールっていう最強のカードご存知ですか？これ最強カードなんですよ。これペンデラムコール、これ OCG の方でもね、今は無制限なるらしいですけど、昔は制限カードにまでなったことがある、マジでやべえカードなんですよね。これ何ができるかっていうと、これ新パック予習放送とかでも散々言いましたけど、魔術師ペンデラムモンスターをサーチできるんですよ、2枚手札捨てて。要はリンクスだと今そんなに強い魔術師があんまりいっぱいいないんですけども、この、龍脈と流血をサーチできるっていうギミックでございまして、これスケールが1から8なんで、2から7のモンスターが同時に召喚可能になるスケールを貼ることができるんですよ、このカードと手札コストだけで。ってことはですよ、レベル2からレベル7のモンスターが同時に召喚可能ということは、適当にでけえモンスターが出せるってことなんですよ。ということで私はひらめきました。あれ、なんか最強のモンスターいるなとなんか最強のモンスターいんなと、レベル7のモンスターでちょっといろいろ相当かけて調べてたら、なんかこいつ見つけちゃったんですよ、ダイダロス。なんで今回はペンディラムコールでダイダロス出してネオダイダロスにして先行前半ですを決めていくっていうね、クソみたいなデッキをねやっていこうと思っております。クソデッキだな。で、なんとこいつもレベル7でしたので、城塞クジラも出せます。これ特殊召喚に成功したらシーステルスアタックサーチできるんで、これすげえ強いですということでね、もうなんか令和版ペンディラム用城塞クジラとかいう意味不明なデッキをやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、売られたデュエルは、よーし、ハンドはなかなか強いぞ、ハンドはなかなか強い意味わかんなすぎるよこのデッキ。このデッキガチで意味わかんねえ。ハッピーチャネラー OK、ハッピーチャネラーの効果発動、チャネラー OK。これあれですかね、なんかハーピーの石型ですかね。なんか最近ね、ハーピーの石型がなんか熱いらしくて、まあ、ちょっとまたこれ動画にしようかなと思ってるんですけど、新レギュレーションのハーピーね、ハーピーの石って言って、なんかデッキじゃない、墓地にハーピーレディ、ハーピーモンスターだったっけ、ハーピーカード、ハーピーモンスターかなとか、なんか4種類溜まると、ハーピーの羽暴起が手札に加わるっていう、一回動画にしたやべえスキル覚えてます。あれスキルがね、最近なんか結構強いかもしんないみたいな感じで、あれらしい、流行ってるっていうか、まあ話題になってるらしいよ。とりあえずペンデラムコールを発動するわ。ペンデラムコール、ペンデラムコールを発動して、俺は魔術師ペンデラムモンスターを2体手札に加えさせてもらう。そして魔術師流血をペンデラムスキルにセッティング、ペンデラムスキルにセッティングじゃい、流血の流脈の魔術師をペンデラムスケールにセッティングジャイセッティングジャイってなんだ、いけ城塞クジラを特殊召喚ジャイそして城塞クジラの効果発動ジャイ、一応発動するこれなんだこの謎デッキ、意味不明すぎるこのデッキで、バトルフェイズジャイ、バトルジャイ、モンスターで攻撃するんじゃい、はい、オッケーで終了もうなんかいつの時代のデッキだよこれ。月の章聞かないけど、聞かないけど、打っちゃ大丈夫、あなたもしかしてクジラ時代遊戯王デュエルリンクスやってなかった人間、クジラはね、モンスター、水属性モンスター1体のみを対象にする魔法トラップモンスターの効果を全部無効にして破壊します。はい、ドローフェイズで、シーステルスアタックを発動していくモンスター効果、だから無効にするんだって、まあ、テキスト読め、テキスト読め、クソハーピークソハーピー、テキスト読め、脳死でなんかハーピー使ってたら勝てると思ってるやつマジでイラつくんだよな。でとりあえず城塞クジラで分からしていきましょう。城塞、あ出たハーピーの石、これねハーピーの石来た、はい金儲けね、あオッケー、じゃあシーステルタックで逃げて、全部破壊されませんはい、うちの魔法トラップカード全部破壊されません
リの跳ね儲けマジで意味なくてさ、マジで意味ないじゃん、なんで打ったのっていうレベルだろうけど。バトルフェイズ新ステルス初見かな、この人新ステルス初見落ちたんかな。ヒステリックパーティー、ああ強えな、ヒステリックパーティーめんどくせえな。はい、でサンブレ切って、モンスターいっぱい特殊召喚されてく、はい、モンスターを、はい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 、モンスターを特殊召喚、なるほどね、ああオッケーオッケーオッケー、いいよ、待っていたわ、はい、でパフューマね、了解です。でぶん殴って、あ、じゃあサーチ入れる、羽休めね、はいオッケー。で分身もサーチ入れる、強えじゃん、やるな、とりあえずぶん殴るわ、はい行くぜ、はい、モンス永続トラップ、はい、ドーン、はい強どっちでもいいか、はい、もう継続トラップ、はい、ドーン、でドーン、はいはい、笑ったんだ、さあなんかできるもんならしてみやがれなんかしんねえけど、なんか強えぞこのデッキ、なんかネタデッキみたいな感じで作ったけど、なんかちょっと強えんだけど、これあれかな、もしかしてダイダロス抜いてさ、これワンチャンペンディラムコールとさ、クジラとか、なんかクジラサポートだけ入れたらなんかいけんじゃね、無理かな、まあ一応なんかあの対象に取る系無効にするし、なんかいけんじゃねえかな、意外とこれ、はい、プレインコート、あープレインコートね、あーオッケーオッケー、プレインコート、これ対象取る、あー対象取んねえんだ、そのうちに選び、対象取んねえじゃん、でも対象取んなくてもさ、これさ同盟モンスターがいる場合でしょ、これ逃げればいいんじゃない、これ逃げればいいんじゃね、これ効果発動に遷移して、効果発動に遷移して、なんかその逃げればいいそう、はい、プレインコート、はい、でこれ新ステルスアタック効果逃げる、これでいいんじゃない、同盟モンスター2体いなくなることになるし、はい神ゲーはい神ゲー、神ゲー起きたドロー、あーちょっとマジでダイダロス欲しい、ダイダロスが欲しい、で、とりあえずクジラアタック、はい、で永続トラップ発動で新ステルスアタックなんか強くねこのデッキ、なんかさ、なんか強いんだけど、余計な、お前は諦めろよ、無理だろ、シーステルス突破できねえだろてめえ、諦めろボケが、めちゃくちゃ耐久してるやんこいつ、カツくわ、もうよマジで、マジでもう余計すぎる、ちょっと早くサレンダーして、もう勝てないでしょ、もう絶対もう魔法トラップ3枚埋まっちゃってるやん、無理だろ、諦めろよこいつ粘ったな、ただこのデッキめちゃくちゃ強いわ実は。さあお相手の方、闇ユージ、反応強い来た、ペンデラムコールを発動、ペンデラムコールの効果により俺はディバイアドラゴンダイダロスをボテロってペンデラムスケールを2個持ってくるぜ、そしてペンデラムスケールをセッティングするんじゃい、ペンデラムスケールをセッティングするんじゃい、そして8から1で7のモンスターをペンデラム召喚じゃい、ペンデラム召喚じゃいってめっちゃうまくあるな、そしてダイダロスをリリースしてネオダイダロスを特殊召喚じゃい、ネオダイダロスの効果発動、うわガイアだ、ガイアだ、ガイアはやばい、ガイアはやばい、トップ引きがやばい、ちょマジでやめて、暗黒騎士ガイアやめて、マジでマジでやめて、マジでやめてください、ちょっと勘弁してください、やめてください、やめていただきたい、よし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 、いける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 、今だ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 、いけ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 、頑張れ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 、俺のターン、さあ闇ユキくん、このチコレ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 、ユキシエイタルミチ、やばい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 、スワハするか、オッケー、変顔発動、あ、あれあれモンスターを、あれ頼むぞ、モンスターを特殊召喚、あれモンスター効果発動、あれ
おかしいな、俺ゼクハンネスしたんだけど、俺石膏ゼクハンネスしたんですけど、ちょ、いやー無理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 、助けて助けて、うわー、お母さん。さあお相手の方、ちゃんゆずきた、よし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 、いける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 、妨害やめて、スマートオッケー、スマートオッケー、歌姫から乙姫オッケー、了解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 、いいよ全然いいよ、でロールフランソワオッケー、いいよオッケー、でソナタ回収ね、オッケー、でフランソワもった回収いいよ、で、はい、ソナタいいでしょう、はい、オッケー、ターンエンディングストーリーオッケー、ドローフェイズペンデラムコール、まあ、あの癖がちょっとわかんないけど、とりあえずペンデラムコール発動、ペンデラムコールを発動してネオダイダロスとかいうマジどうでもいいモンスターを墓地送って、でペンデラムモンスター2体をサーチしていく魔術師ので、まずはペンデラムスケールをセッティング、ほっ、そしてペンデラムスケールをセッティング、そして俺は2から7のモンスターが同時に召喚可能、ペンデラム召喚ジャイペンデラム召喚ジャイっていうさセリフ、マジで違和感しかないんだけど、違和感しかない、マジで違和感しかない、ネオダイダロスを特殊召喚ジャイ、うわー、おりゃおりゃしゃおらー、ターンエンドジャイターンエンドジャイ、さあカード1枚で何ができる、カード1枚で何ができる、ネオダイダラスを突破できるのかな、いいわ、第一楽章、あれ特殊召喚に成功したソプラノが効果を発動できる、あれあれ、あーあれちょっと待って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 、私はソプラノの効果で融合、ちょっと待ってくれ嘘だろ嘘だろおい嘘だろおい嘘だろおい、おふざけんなよ、おいふざけんなよ、無理だよこれ、勝てねえよ、なんだよこれ、おかしい、1枚からなんで3点出てんだ、おかしいよおかしいよ。